皆さんこんにちは。プログラミングチャレンジ第5回、グラフ第4部ミニモイスパニングツリーでは行きましょう。今回の最後紹介するアルゴリズムがミニモイスパニングツリーです。まあ、ミニモイスパニングツリーはアルゴリズムとして結構わかりやすいですが、意外と使い方が多いのでぜひ見て実装してください。ミニモイスパニングツリーが、まずスパニングツリーが何かというと、グラフのエッジのサブセットです。ですね。あるグラフ G に対して、G がキーになる、キー構造になるため、あと、エッジを選択することです。例えば、G がこのグラフである場合だと、この赤は一つのスパニングツリー。すべての頂点が選択して、そしてなんかサイクルがないからエッジです。なお、グラフが変に重みがあると、ミニモムスパニングツリーが、その重みがミニマルになる、スパニングツリーとなります。ですので、このスパニングツリーが、このグラフのスパニングツリーなんですけど、重みを足すと6プラス8、これは14、プラス9、これは23。で、このキーを見ると、10プラス2、12プラス6、18。ですので、ここは、そのミニマルのスパニングツリーです。では、ミニモイスパニングツリーどこか使うかというと、すべてのグラフのエレメントをコネクテッドするの、あと最小コストとなります。あとは、なんかよく、地図を作るときにミニモイスパニングツリーが、そういうふうななんか道が取りやすいところ。ここはなんか学生が、そのマインクラフトの、あと、街を作るときに人工知能で、その、建物と建物をつながるにはミニモイスパニングツリーですると、その上がりとか下がりとかのコストが少なくなります。まあ、それは一つの使い方のアイディアですね。で、ミニモイスパニングツリーがバリエーションがたくさんあります。マックシモイスパニングツリーもありますですね。もちろん逆だけです。あと、スパニングフォレストがアンコネクテッドグラフのスパニングツリー、それとも複数の頂点のあるスパニングツリーですね。あとは、なんか、ミニモイスパニングツリーなんですけど、この辺とこの辺を必ず選択しないといけないですね。こういうフランバリエーションがありますので、問題をよく読んで、これをやってみてください。で、ミニモイスパニングツリーを計算するには、2つのアルゴリズムがメインです。1つはクラシカル。クラシカルがエッジリストのデータ構造をメインテンからに始めます。あとはプリム。プリムが頂点リストからをやります。両方がグリーディ法です。じゃあ、まずクルスカルを見てみましょう。クルスカルのアイディアが、すべてのエッジがリストに入れて、で、重みでソートする。で、重みでソートした後に、重みの低いエッジからキーに入れてみます。もしサイクルになければ OK です。キーに置いておきます。サイクルになれば、そのエッジを捨てます。ですね。例えば、このグラフを見ると、一番重みの低いがこの2です。だからこの2を追加します。次、重みが低いエッジがこの4の2つですね。だから1つを入れて、で、もう1つが捨てます。ですね。サイクルになるから。次は6を1つを入れて、で、6をもう1つを入れます。で、次は8を見るけど、なんかこの8を入れるとサイクルになるので捨てます。で、9も入れるとサイクルになるので9を捨てます。だからミニモイスパニングツリーはこれです。プログラムがこんな感じです。まずはエッジリストのアレイがあって、で、そのエッジリストをソートします。重みでソートします。で、これはユニオンファインドで実装してます。なぜかユニオンファインドで実装化するとかっていうと、2つの頂点が同じユニオンファインドであればパスがあります。ですので、そのエッジの2つの頂点が同じユニオンファインドであれば、もうこのエッジを追加するとサイクルになります。この場合だと、ユニオンファインドがサイクルを見つかる方法の技術となります。で、ループで、なんかエッジリストにループして、で、エッジのフロントとバックが同じ UF じゃなければ、キー構造に追加します。で、ファーストとセコンドがユニオンをユニオンします。だから、第2クラスのユニオンセットをこの、クルスカルに使ってます。これだけです。ですね、アルゴリズム。次はプリム。
プリムが同じくグリーディ法なんですけど、エッジ向けのグリーディ法じゃなくて、エッジ思考のグリーディ法じゃなくて、頂点思考のグリーディ法です。だから、なんか、一つずつ頂点を入れて、で、その頂点から、重みの低いエッジから次の頂点を見てみる。ですね。1は、ノートセルを追加して、で、エッジをすべてを Q に入れて、で、その Q の一番重みの低いエッジをビジットして、で、新しい頂点を発見したら、その頂点をメモ ST に追加する。で、2に戻ります。こんな感じです。これは、0と考えて、すべての頂点を入れます。の辺を入れます。で、重み低い辺がこれですので、これをビジット、これ、ビジットして、この頂点からの辺をすべて入れます。次は、重みが低い辺がこれですので、これをビジットします。で、次は、重みが低いのは4なんですけど、4がサイコルになりますので、6を追加します。で、この9はリストに入れます。で、4がもうなんかサイコルになって、次は6を入れます。で、ミニムウィスパーニングトリーを発見しました。アルゴリズムはこんな感じです。もう、スパニングトリーに入っているかどうかのベクタルと、変のプライオリティキューです。で、新しい頂点をプロセスして、その頂点をスパニングトリーに入れて、で、変をすべてチェックします。ですね。で、その変が新しい頂点に行くであれば、プライオリティキューにパッシュします。ですね。で、プライオリティキューにパッシュすると自動的にソートします。で、最初は、なんか V0 を提起して、で、0をプロセッシングします。で、この Q がまだ NP、まだなんか変が入っている場合だと、もっともっと他の頂点をプロセッシングします。だから、そんなに複雑なアルゴリズムではないですよね。で、例えば、ミニムウィスパーニングトリーじゃなくて、マクシムウィスパーニングトリーを探したい。まあ、これは結構簡単ですよね。ウェイトをマイナスつけて、クルスカルとプリムだけを入れるだけです。ミニムウィスパーニングサブストラフ、なんかミニムウィスパーニングフォレストですよね。ミニムウィスパーニングフォレストも結構なんかアルゴリズムがあまり変わらずに、例えばプリムの場合だと、すべてのエッジを定義にして調べます。あとは、セコンドベスト MST ですね。例えば、MST じゃなくて、MST の次の、MST。なんか、この MST じゃなくて、もう一つのコストが低い MST を探してくださいのいう問題です。実は、この今週はこういうふうな問題が入っています。で、簡単なアルゴリズムですね。あまりそんなに難しくない。MST を計算してですね。で、それぞれの辺に対して、その辺を抜けて、なんか、MST に入っている辺を、その辺を消して、もう一度 MST をやる。で、その、いくつかの MST から比べて、コストが低いことは第2名の MST となります。最後は、これは結構、なんか、よく使われます。min-max パスコスト。0から6の最短経路を見つけたい。でも、最短経路が通常の全ての重みを足す最短経路じゃなくて、経路の最大の重みが一番低い。ですので、ミニムム、マクシムム、パスですよね。この経路の中に最大の重みが一番低いです。まあ、例えばこのグラフを見ると、最短経路だけを考えると、これですよね。50、90、40。これが、180ですね。でも、この経路を見ると、60、110ですね。190、270。これはもっと重みが大きいなんですけど、この経路の最大の重みは、この80、この90ではないですよね。これはどうやって計算する？これは計算するには、MST を使います。ですね。どうやってかすると、MST を、なんかこのグラフの MST を計算して、で、MST で、BFS とか DFS で VI から VJ のパスを探します。それだけです。じゃあ、この授業で教えたアルゴリズムをまとめます。
まあ、グラフ問題がいろいろなありますし、グラフのデータ構造とかアルゴリズムもいくつかあります。ほとんどのグラフ問題が BFS と DFS からモディフィケーションになります。ですので、新しいグラフ問題を見ると、この問題が BFS と DFS をどう変われば解けるのか。まあ、それはまずそこから考えてみてください。で、今回の授業で話したのは、コネクテッドコンポネンツ、フルードフィル、トポロジカルソート、アティキュレーションポイントとミニムスパニングツリーについては説明しました。まあ、他もありますですね。あと、グラフ問題を解くときに、特別なケースを必ずチェックしてくださいですね。グラフ問題のどこが難しいかというと、特別なグラフがあれば、アルゴリズムはちゃんと作らないと、ロングエンサーが出てしまいます。ですので、ロングエンサーが出てしまった場合だと、特別なケースを全て扱っているかどうかをまずチェックしましょう。どんな特別感あるかと。例えば、このグラフが頂点を一つしかない。ですね。頂点が0の場合とか。あと、辺が0の場合。ですね。あと、グラフが unconnected の場合。ですね。あとは、self loop と multi edge があった場合。まあ、他もありますね。なんか、マイナスの重みとか。それは、なんか、来週の授業でも、それについて詳しく話します。ですね。来週が、最短経路と、ネットワークフローと、グラフマッチングについてお話しします。ぜひ、見てください。で、次のビデオが、先週のコメントを、対応します。